こんにちは、サムラプロデュースのジンです。今回の企画は何でしょうか？そうですね、隣のハリアが納車されました。もうちょっと試乗しましたが、やっぱりすごく高級感がある車でした。それでは一緒に見てみましょう。今回はハリア4代目クエド Z ガソリン車が納車されました。2020年6月17日に正式発表販売開始となった新型ハリアーは、トヨタによると販売開始してからすぐに受注台数は約4万5千台を突破したらしいですね。超リンクですね。4代目となるハリアーは、先に登場したラフォーとプラットフォームを共用しながら同時並行して開発が進められたことで、ラフォーと対抗的なクーベスタイルの SUV が作り上げられました。それではフロントカー見てみましょう。低く伸びやかなプロポーションで、歴代のどのハリアよりも圧倒的にスタイリッシュですね。あえてフロントグリルを強調しない、フロントがシャープな印象のフォルムを強調しますね。ロゴも先代と違ってトヨタのロゴになりましたね。それでは車内を見てみましょう。ドアのこちら見てみてください。ハリアのカカロコがこちらにありますね。個人的にはこれすごくかっこいいと思うんですけど。じゃあ履いてみますね。それではエンジンをかけてみますね。こちらにありますね。珍しくないですか？とても上品な感じですね。レザーのステッチもかっこいいですね。ナビもこんな感じですね。でかいですね。オプションによって違うんですけど、こっちがエアコンの温度を調整できますね。こんな感じでサイドブレーキ自動で入るんですね。すごいですね。ドライブモードはこちらにありますね。こんな感じで調整していきますね。こんな感じで3つありますね。エコとノーマルとスポーツがありますね。オプションによって違うんですけど、こちらミラーはバックモニターになっており、ドラレコもついております。オプションによって違いますか？当店のルーフがあるんで、こんな感じで開けれますね。後ろの席も座ってみましょう。だいぶ広いですね。座り心地もめっちゃいいですよ。誰か運転してもらいたいくらいですね。ずっとここに座りたいな。こっちからのルーフの景色もすごく快適ですね。ここの身長は178センチあるんですけど、全然余裕を持って座れますね。こちらも下ろせます。手は置けます。で、飲み物もこっち置けます。コーヒー飲みながら綺麗な空を見ることもできますね。最高ですね。それではリアを見てみましょう。テールゲートを左右に貫く赤色のガニッシュは細くてシャープなラインでワイド感を強調しますね。ウインカーはワンバーのところにありますね。それではラゲージスペースをチェックしてみましょう。こんな感じをキーを持って、さすが特急車です。
な感じで椅子倒してない状態で、こんな広いですね。しかもスペースありますね。こんな感じで、よいしょ、こっちも倒したらだいぶ広くなりますね。このサイズは、サイズは どうでしたか。ハリア人気の秘密が分かったような気がします。まだ開発中の新型ハリアオリジナルカスタムパーツがたくさんありますので、ぜひご期待ください。